はい、7月9日火曜日の10時42分です。ちょっと長尺になるかもしれないんですけど、ネイルをしてます。で、自分の覚書き用にそのネイルのブランドとか型番とか控えたいと思います。なので、自分用なので見ても得がありません。すいません。で、まずですね、これ除光液なんですけど、これ使い終わったんでね、もう普通に空き瓶なんで捨てます。チフレのね、除光液です、容量が 110ml ですね。で、分かりやすいのからいくと、これね、多分ね、6年前とかに3COINS で購入した、乾くとあのシールみたいにペリって剥がせるマニキュアだったんですけど、結局剥がせることが欠点になって汚くなってしまうんで使わなくなりましたね。色がね、あの赤系が好きで、このワインレッドみたいな色が良くて買ったんですけど、使用回数は5回ぐらいだったかなと思いますね。まあこれもまだ使えるかもしれないんですけど、もう古いし、使い勝手が悪いので捨てます。株式会社、パルかな、渋谷区神宮前 6-12-22 製造販売株式会社エラト、はい、水性マニキュアメイドインチャイナ MC みたいな。で、次がキャンメイク東京のカラフルネイルズ、これはホワイトですね。キャンメイクネイル、キャンメイクカラフルネイルズ、14番、株式会社イダラボラトリーズ、容量 8ml、 フランス製 C360。 はい、で次ですね、これが花ごよみっていうシリーズで、 BL902 っていうのが型番みたいですね。で、名前がシール剥がしちゃったんですが、ホテヤオイっていう名前がついてるみたいです。はい、5.5ml 300円。はい、で、これがベースコートプロテクティブウィンマックス 0.4FL 12ml E、 よくわかんない、ウィンマックスネイルケアシリーズベースコートはネイルケアなんでね、あのマニキュアをいきなり爪に塗らないで、これを先に塗ることでね、爪を保護するってやつだと思うんですけど、これね、ひょっとしたら私が骨のがんがわかる前かもしれないんで、10年以上前に購入したものかもしれないですね。まあ使えたとしてもちょっとね、なんかあまり良くない気がするんで、一回処分しようと思います。で、最後ですね、これがネイルカラーパウダースターきらめきグリッターって書いてあって、キキララちゃんの、こうなんていうんですか、イラストが入ってます。サンリオコラボですね。で、これがハロービューティーセレクションネイルカラー 5ml フレンドネイル、製造販売元フレンド株式会社静岡県何原郡吉田町川尻3308著作株式会社サンリオ、うん、ってやつですね。ちょっとこのメーカーかわかんないですけど、っていうことなんで、以上で1,2,3,4,5 ネイル5本と除光液の空瓶1つ処分します。すっきり。
ついでにね、今まで使ってた付箋の入ってた、このなんか、台紙みたいなのも捨てます。多分飲み物のおまけとかでもらったんじゃないかな。もう全然10年とか超えてると思います。なんかね、布が貼ってあってね、なんか和風で可愛いんだけど、付箋もう取っちゃったら使い道がないもんね。さよなら。